ジャガーズチャンネル始まるよ。ジャニーズ大好きジャガーズです。ジャジャーン、今が誕生日、かわいくんバースデーお祝い動画。今が誕生日おめでとう、おめでとう。相方新作も販売発売おめでとうございます。はい、おめでとうございます。今が誕生日、イエーイ。いつも火曜日と土曜日にここのチャンネル、ジャガチャンネルは長めの動画を上げるんですけど、うん、せっかくね、もう小役の誕生日ですから。そうですよ、誕生日だからもう20日木曜日ですけど、うん、はい、上げようということでね、撮りました。はい、はい、いろいろねお祝いねしたいなと思います。まあこれコロナ禍もあってね、うん、もうなかなかプレゼント渡したりとかもね、うん、まあ、機会ないですけど、会う機会もなかなかないですけどね、実際会った時にプレゼントも渡したいなと思って。いやー、めでたい。実はプレゼント持ってきてるんですよ。おお、わかる。もう本当に早く来てくれたら一番良かったんですけど、うん、まあ、いない人もね、まあ、でも気持ち何こんな人が誕生日ということで、うん、じゃじゃーん、ケーキー。おお、お袋にカリカリ梅出ました。河合くんの大好物、セブンイレブンのカルビキカリカリ梅。なんかいいのあげなさい。いや、もうだもう河合くんももう宣伝してたから、これがもうハマるハマるって言ってたから、もうこれをはいプレゼントさせていただきます。いや、これねカリカリ梅美味しいけど、はい、でもこれ期限が1月27なんで、うん、それまでに合わない可能性あるでしょ、うん、もう渡せないから、もし期限切れちゃったら可愛くなった時に160円渡します。この分の値段渡します。いやはいはい、カリカリ梅大好き、160円渡します。でもそういえば、うん、ほらジャニーズ伝説当たったから。あ、本当だ、ジャニーズ伝説当たったから一応当選したから。あ、じゃあこれをステージ上に投げて。いや、ダメだ、物なくちゃダメだよ。うちわもねないのに、うん、できになっちゃう。いや、おめでとうございます。まさかですよ、うん、本当にこの今年は10周年もあるし、はい、ねえ、ねね、まさか河合くんの誕生日もあるなんてね。そうですよ、本当にメンバー全員今年誕生日あるんです。こんなめでたい年はないですよ、本当に素晴らしい。だって河合くんがさ、うん、まさか番組でご一緒させてもらってネタ一緒にやったりとか、ね、本当に一緒に打ち合わせしてり嬉しいですよね。だからそっから、だから初めてジャニーズの方と仲良くなったのが河合くん、ね、そうです。だからまさかもうただのジャニーズファンだったおじさんが、いや、そうですよ、仲良くさせてもらって、ね、でそれでやっぱ何であるか分かんないね、うん、持ってた武器がまさか同じモノマネグランプリで準優勝して、ね、もうジャニーズモノマネって言われる河合くんのね、そっからもうその年のさ河合くんのブレイクって言ったらさ、すごかったよ。こんな売れ方があるんだっていう。いやいや、もうだからもうここで昔から面白いのはしてたけど、うん、あ、こんだけやっとねもう世間に評価されて、本当あの嬉しかった。芸人がその M1 とかキングオブコントとかで優勝したみたいな扱いでどんどん出まくって、すごい。こんな売れ方あるんだジャニーズでって。いやいや、もう新しいパターンだよね。先駆者ですよ、河合くんは。ジャニーズ初のことをやり遂げたというかね。うん。うん、で、お互いね。実はもう人見知りっていうのもあったりするんだけど、うん、僕はね、河合くん西武ライオンズのファンでしょ。そう、僕もライオンズが好きなんですよ。ね、いつの間にかライオンズファンだったね。そう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 、うん、ライオンズファンで、西武ドームにも応援しに行ったりとかしてるんですよ、うん、はいはいはい。だから、会った時は河合くんとその話とかも、おー、そうか、趣味も合うってこと。私ね、始球式うちのマネージャーもね、現場行きましたからね。あ、そう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 、で、小役のお兄さんとか家族とご挨拶したって言ったけど、言ってた言ってた。いや、これはね、ちょっとだからちょっと共通のなんか趣味も合うし、ジャニーズも好きっていう、うん、男性でジャニーズ好き、めちゃめちゃ詳しいもんね。追いつけないぐらい、うん、ね、内部からも見てるから、すごい。で、コンサートもさ、行ったりとかもさせてもらってるんですけど、これから、河合くん、アラフォーなったわけですから、ほんとガタくるよ。体本当に疲れが取れなくなったりとか。最近老眼始まったんでしょ。そう、気をつけて、かわいくまだ大丈夫だよ。
VTR 振りしてあげて。あ、そう、お祝い動画がある今日。お祝い動画が、そうなんです、今日はですね、うん、河合くんのちょっと、いや僕らだけで言ったところで、まあ、そうですもあれなので、超超大物の人にコンタクト取りまして、うん、私たち、はい、河合くんのメッセージを、うん、お祝い動画の、ね、メッセージをね、はい、はい、見ていただきましょう。河合くんおめでとう、どうぞ。お久しぶりです、ジャキちゃんです。河合くん誕生日おめでとうます。ABCG 10周年おめでとうございます。ABCG 10周年おめでとうございます。新曲もおめでとうございます。新曲もおめでとうございます。今度僕の映画に出てください。今度僕の映画に出てください。僕の映画に出てください。バイバイ。オッケー。オッケー。Thank you。はい。はい。本物のジャッキーちゃんから。本物のジャッキーちゃんからですからね。ジャッキーちゃんじゃないです。本物のジャッキーちゃん。はい。本物のジャッキーちゃんからいただいたメッセージです。嬉しいね。もう面識あるだろう、別に。いや、モノマネ芸人ほぼ面識あるだろうから。河合くんも、なんでって思うと思うんですけど、あれですよ、たまたま仕事が一緒だったとかそういうわけじゃないですか。たまたま新宿のショーパブで一緒だったから頼んだってわけじゃないですから、ね、じゃないですから、はい、はい、たまたま空き時間にお願いしたってわけじゃないですからね。そうだ、あ、そうだ、ジャッキーちゃんがいるね、撮ってもらったら、ね、ね、ね、面白いんじゃないってわけじゃないですから、ね、じゃないですから、はい、はい、まあ、こんな方ね、もう、まあ、モノマネ業界をね、こう盛り上げてくれたモノマネ芸人からも今愛されてますから、小役はね。そうです、それを代表してジャッキーちゃんからいただきます。はい、というわけでね、お送りさせていただきました。小役、はい、改めて誕生日おめでとうございます。ますますの活躍期待してます。 Twitter も楽しく見てます。あ、僕はこう、あ、こっちで足組む派ですね。はい、そうですらしいです。じゃあバイバーイ。高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。